今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間。それでは行きましょう。魂のリラックス、略してたまりラいろんなことが起こりますので、もう皆さんもね、日々いろんなことあると思いますけど、対応していっていただきたいなと思いますけど、まあ、よく何かがあった時に、死にゃしないって言い方をよくしますね。しますよね。俺あれすごいいい言葉なので最近よく思うんですよ。今実はね、こちらだけの話ですけど、今回やる曲のねタイトルがちょっとこう私がここに出した資料の誤植があって、それがえらい面白くて、私も大村さんも面白いわははって言ったまま収録してね、素敵なスタートを聞きたところ、録画の方の録画ボタンが押されてなかったことに気がついて、そうですよ、3分半ほど喋りましたけれども、でも、これあのね、先週の電話の話じゃないですけど、私は何でももう楽しめる人になっちゃいましたので、死にはしないどころかちょっと面白くなりましたよね。あの幻の3分半、どうなったんだろう、あれ3分半ね。どこに消えちゃったんでしょうね。いや、ありますよ、私の機材の中にはしっかり入ってますけど、でこれを聞いてる方たちはね、もう一度も聞くことのない3分半が、私たちお宝やったね。お宝です、これがだからいつか、たまりだ in 武道館の時にですね、やっぱり皆さんに聞いていただく。武道館行くの？そうですよ、だってオードリーのオールナイトニッポンは今もう武道館でイベントやりましたから。そうなん、そうですよ。はあ、武道館を使う意味がないんですけども。なんで？いや、だってもっと広いところもありますし、別に武道館でやることはないわけですけど、あえて武道館、武道館で2人で。でもオードリーさんで、その例えば横須賀とか、そう埋まるんですか？埋まるでしょうね。埋まるんだ。いや、日本武道館も全然。いや、日本だってキャパが全然違うよ。あそこでも1万人弱ぐらいありますよね、武道館ね。はいはい、でもスタジアムになったら3万人とかありますよね。もういけんじゃないですか。いけるんですかね。すごいですね。そう、でもたまりライン日本武道館、日本武道館、横の喫茶店とか横にちっちゃくね、武道館横の喫茶店みたいな。あ、それちょっと面白い。ちょっと面白いですね。これ行きましょうか。その時に、皆さん今から予告しておきます。その時に、幻の3分出しますと。なんか残しとけないような気がします。どっかで消しちゃいそうですけど。いや、でもね、今回はね、本当にそのミスター・チルドレンの、カラオケで今一番歌われてる曲という。やつがですね、まあ、あの私は歌の先生をやりながら、いろんな生徒さんと日々こうお話しさせていただいてるんですけど、ミスター・チルドレンは結構な世代の人が知ってます、で大体みんな好きという方が多いんですけど、あの世代がね2代あるんですよ、で多分私と大村さんは、ミスチルといえば、イノセントワールド、クロスロードですね、でも今の子たちはミスチルといったら今回の曲、花火なんですよ。あ、そうなんですか。まず花火って言う。まず花火、はい、でその次には印とか、ダーリンダーリンですね、言いますけど、イノセントワールド、クロスロードというのはもう随分過去の話という。もう、そういったらだいぶ古いんや。だいぶ古いです。20年ぐらい。そうですね、そうです、25年です。25年経つんですね。はい、もう25周年ですかね、ミスター・チルドレンは。そうなんです。なので今回はこの花火という曲をやるんですけれども、その花火と持ってきた私の、こう歌詞カードのタイトルのところが、ハバビって書いてあるんですね。何やろうと思ってる。真ん中の NA なのところがなぜか BA なんですよ、ハバビ、ハバビこれを大村さんがさっき読んだことによって、私がもういよいよおじいちゃんになってきたなと思ったら、本当にハバビって書いてあった。おじいちゃんどっちやよ私もだいぶ来てますからね、本当おじいちゃんか。そうでしょ、やばいですよ。とにかくあの遠近法じゃないんですけど、近視、遠視、近いところ、近いところ見えないよね。はいはい、わかるわ。老眼です、もう本当に
あの私は手書きで日記をね毎日書いてるんですけど、うん、すっごい細かい字で、はいはいはい、ノートに書いてるんですけど、うん、それの書く距離がもう顔とノートが遠くなっちゃいました。字ちっちゃすぎでしょあれ。いや、まあ、確かにちっちゃいんですけどね、最近いよいよあれが自分で読めなくなってきましたから、自分で生み出しといても自分で読めないっていう自作倍ぐらいにしたらあれ字の大きさ。いやいや、皆さん見たことないかもしれないですけど、私本当に文字が小さいんですよね、うん、でも倍にしちゃうとでかすぎるんですよ。いやでかすぎ、倍でもでかすぎないですよ。難しいんですよ、まあ、相当ちっちゃいですよね、私。相当ちっちゃいですよ。そうなんです。で今回その今言いました、うん、Mr.Children の花火ならぬ花火、はい、これどうですか小村さん、この曲知ってます？急に歌えって言われても全く分かんないです。本当ですか、ね、サビんとこ、サビここですね。決して捕まえることのできない花火のような光だとしたって、もう一回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 僕はこの手を伸ばしたい。あ、これもう一回もう一回知ってる。あ、そうです、うん、これ4回言ってますけどね、うん、もう4回言ってます。もう4回言ってるね。そうそうそう、これこの曲をですね、ぜひちょっと私は今回やりたいと思ったんですけど、これもう今歌ったところがね、うん、もうもはや全てというか、私の中では、私の中ではタイトル花火って言ってますよ、うん、でみんな決して捕まえることのできないとか言うと、うん、花火だと思ってますけど、うん、花火のような光だとしてるんですか、うん、花火の歌じゃないんですよ、うん、なるほどね、別にね、うん、光の歌なんやね。そうです、だからもう捕まえることのできない、うん、で、2番に行くと、うん、あ、なかったですね、うん、なんか違う表現があったかと思いますけど、うん、とにかくパッと捕もうと思ってもすぐ消えてしまう、うん、もののことを例えて花火って言ってるだけで、うんうん、まあ、その何とも表現しにくい、その捕まえきれない、うん、なんとも言えないもののことを、まあ、花火と呼んでる、うん、ドーンと上がる花火のことを言ってるわけじゃないんですね。そうそうそう、そういうことです、うん、で、この次ですね、今の伸ばしたいなと、うん、誰もみな悲しみを抱いてる、だけど素敵な明日を願っている、臆病風に吹かれて波風が立った世界をどれだけ愛することができるだろう。これね、私どっかで Mr.Children をやりたかったんですけど、本当多分桜井さんというね、ボーカルギター、そして作詞作曲をほとんどやっている桜井さんはつながり倒してると思いますけどね。倒してる、つながり倒してますよ。いろんな曲をいっぱいね、皆さん知ってる曲もいっぱいありますけど、アルバムの中の曲とかで、もうズバリって言ってるやつとかもあるんですよ。あるんですか。はい、まあ言ったら笑う角には福来たるなんですけど、うん、いいことがあってこその笑顔じゃなくて、うん、笑顔でいたらいいことあると思えたら、うん、それがいいことの序章ですと。ああ、そういう歌があるんですね。そういう歌があるんです。アルバムの曲でなかなかね、皆さん歌ったりしないかもしれないですけど、うん、それをサクッと2番の B メロとかに入れてくるんですよ、うん、それいっぱいあるんですけど、今回はまあ一番こうね、最近ミスチルで歌うカラオケでランキング1位ですけども、うん、今のサビはなんとなくですか、うん、そうですか、なんとなくなんとなく知ってる感じなんとなく知ってる感じですね。で今じゃあどうぞって言われてもなかなか歌えない、歌えない感じですね。まあ、ミスター・チルドレンの曲自体は男性が結構難しいと思いますけど、だってベルディもベルディね東京ベルディですか何すか今のベロディベロディラモスさんが言うチーム名みたいな、なんか東京ベロディベロディの分かんないですけどラモスさんあ、そうですよね、じゃあ昔ね歌ったこともあんまりないですか、ね、あんまり歌わないですね、ミスチルさんって僕。そうです、うん、これあのこんだけね、もう大人気の、まあ、バンドなので、うん、あのさっきも言ったように若い人から、まあ、私たち世代でもみんな歌いますけど、うん、
こういう人がサクッとこういうところに入れてもらっちゃったりすると、うん、やっぱりみんなこう知らずに歌ってるうちに、うん、いい要素が入ってくる、うん、そうだからこのね決して捕まえることのできない花火のような光だとしたってもう一回僕はこの手を伸ばしたいという、うん、これはまあ先々週にやりましたけど、うん、ロマン飛行みたいにね、うん、もう一度行きましょうと、もう一度空へ、うん、ね、それで誰も皆悲しみを抱いている、はい、だけど素敵な明日を願っている、うん、臆病風に吹かれて波風が立った世界をどれだけ愛することができるんだろう。言っちゃったね言っちゃったね桜井さんね。これ結構言ってますよね、この波風立った世界をどれだけ愛することができるだろう。これ愛せたらもう全て OK やもん。そうね、いやこれこんなうまいこと言うなってこれ前今一回言うてんねんけどすごいな。いやいや本当そうですよね、うん、いや次も考えすぎて言葉に詰まる自分の不器用さが嫌い、でも妙に器用に立ち振る舞う自分はそれ以上に嫌い。うれしそうに、ね、いやそれうつさんがでしょ。いや言われそうな顔したね。これ一個も嫌い言うとところにまたもう一回こう、これ相当ね桜井さんはエロいと思います。エロい、エロい。いやそれはまあそういう直接的な意味もまあ含みですけど、あのこっち触ればいいのにわざとこっちから行って、で最後にこっち触るみたいな、そういうなんていうんですかね。なんかこう計算づくの、うん、だってこれね、あの多分今出てるミュージシャンたちも桜井さんの影響を受けてる方すごい多いと思うんですけど、うん、意識してても無意識にでもね、うん、この言い回しなかなかできないですね。できないですね。考えすぎて言葉に詰まる自分の不器用さが嫌い、うん、もうこう分かるじゃないですか、うん、もうちゃんと言葉にできない、うんうん、でも、うん、それを妙に器用に立ち振る舞う自分はそれ以上に嫌い。だから逆に言うとこれはまだ言葉に詰まってる方がいいってことです、ね、考えすぎて こんなこと言う人他おるのか菅氏顔さんぐらいかなそんなピンポイント多分もっといるとは思います。もっといると思いますけどね。でこの次もいいんですよ、2番の B メロ、うん、笑っていても泣いて過ごしても平等に時は流れる、うん、ここまでいいですよ ね、 いいですね、はい、うん、未来が僕らを呼んでるその声は今、うん、君にも聞こえていますかですよ、うん、この私に君にもが好きなんですよね。君に聞こえていますよ、うん、急に君出てくるのか。あでもあ君は前ちょいちょい出てくるのか。あもう前半にも前半にも出てくるんですね、うん、未来が僕らを呼んでるその声は今、うん、君にもというところで桜井さんは聞きまくってるってことですよね、うん、だから、うん、いつでもね、いつでも、うん、なんかその声は今君にはどうですかって僕は聞こえてるというか、うん、みんな本当は聞こえるはずですよってところまで多分言ってくれてると思いますけど、うん、なるほど。これはじゃあ歌を聴いてる聴き手に対しての問いかけなんや。そうだと思いますよ。あ、なるほどね、うん、いいですよね。もう本当にあの桜井さんの歌詞はすごい考えられてると思うんですけどね、うん、まあ、当然ながらもうちょっとこれあのサビ以外も歌ってみてくださいよどこ行きますか今の。じゃあその考えすぎいうところからです。考えすぎで言葉に詰まる自分の不器用さが嫌い、でも妙に器用に立ち振る舞う自分はそれ以上に笑っていても泣いて過ごしても平等に時は流れ、未来が僕らを呼んでるその声
これめっちゃ難しいない？めっちゃ難しい、めっちゃ難しいですよね。あの桜井さんの曲って、はい、その日本語のその文法の切れ間と曲が違うじゃないですか、うん、そうですね、これは難しいし、これ どうなって曲作ってんやろうね。もう普通に考えたらメロディーが先だと思うので、うん、なんかこう適当に歌ってると思いますけどね最初、うん、みたいに言いながら、うん、でもどうしてもその 音の長さに言葉を合わせていっちゃうじゃないですか、まあ、でも違うでしょ。そうですね、サザン桑田さんもそういうところあったりすると思うけど、すごいよねこの言葉の組み立てと音の、これ歌詞見ててもあのメロディー想像つかないですよね。つかないですよね。シャボン玉だったらシャボン玉飛んだってなんか読めます、ね、読めますけどね、全然思い浮かべない確かに本当ですよね。でもこれを皆さんカラオケで歌ってるってことですよ。歌うなこんな曲。ある意味音楽的に言うと皆さんの歌うレベルが上がってると思いますよ。で昔のそれこそクロスロードとか、うん、イノセントワールドはまだ、うん、まだ歌いやすい。まだそうか、うん、いつの日もこの胸に流れてるメロディーってまだ素直よね、可愛いですよね、うん、でも決して捕まえですから、うん、決して捕まえ、4つしかないのにいっぱい入ってる、決して捕まえるまで言ってますからね。そうそうそう、これは多分難易度は高い方だと思いますけど、うん、そうなんですよ。だからでも、ね、これは本当に、さっきも大村さん言ってくれてましたけど、このいいフレーズっていうかね、うん、臆病風に吹かれて波風が立った世界をどれだけ愛することができるだろうと、そうだから本当にね、今日は頭3分半なくなりましたけど、うん、はい、この何が起こってもですね、うん、もうそんなこと自体を全部愛せたら、うん、まあ、何でもうまくいったことに今なりますもんね、うん、結局、うん、これトラブルの解消法の一番のそうです、ね、うん、ことですからね。前にそういえばお話し会で言ってましたね、言ってましたね、相手をこう許す、ね、許す、愛するということは許すということ、ね、はい、そう、これができれば、うん、もっとみんな楽しく生きられるよと思うので、もしそれがうまくいかなくてもまたもう一回行けばいいじゃないかっていう、まあ、意外とその根本は単純なことだよというのは多分このハバビの中でですね、うん、桜井さんは皆さんに伝えたかったんではないかと、うん、そうですよ、このあすごいな、もう負の連鎖を断ち切ってるもんね。どこを読んでるんですか。あ、その臆病風に吹かれて海風が立った世界をどれだけ愛することができるだろう、そうです。結局そのね、悲劇のヒロインになりたい人みたいな、うん、結構いるじゃないですか、うん、もう私こんなこともあってあんなこともあってなんてかわいそうなんでしょうみたいな、うん、でも今日元気じゃんみたいなね、そうそうそう、なんかそれでええやんか、いやいや本当そうですよ、そうそうと思いますよね。その方が、そのあ私元気やわっていう方が、友達増えると思うよ絶対、いやそれはそうです、絶対友達増えるよねもうほんま、もうそれもこれもちょっともう隣の国に聞かせてあげたいわ。だいぶ深い話になりますけどね、まあ、でもどっかでなんかこう意地張ってるっていうかね、もうね、なんかいやどうしたらいいんですよね、そんな単純なことじゃないかもしれないですけど、どうしたらいいんでしょうね。いや全部認めたらいいよね。まあそうですね、歴史とかももう認めて、で、あのそんなことの上に今僕らがある、私たちが生きてるって思って、うん、でこれからどうやってより良くしていこうっていうふうに切り替えたらだいぶ変わると思いますけどね、うん、そっちになんか行こうとしないんですよね。行こうとしないですね。でも前こう言ったじゃんみたいな、そうそう、こんなことあったじゃんってことですよね、うん、これ友達関係で考えたら分かりやすいですよね。そうそうそうです、仲直りしたいのに、うんうん、でもまあこういうとこあったじゃんって言われたらこっちも嫌になりますもんね、うん、でしかも一回それ謝ってんねん友達は、うん、ああそうごめんねって、うん、でもそれでああ分かったって言ってんねんけど、また5年ぐらいしてから蒸し返してんねん、でもあの時嫌われますよね。絶対嫌われるよ、そう、うん、そう友達同士でみたいな話で考えたらすごい分かりやすい、うん、分かりやすいですけどね。ね、まあ、ちょっとでもそういうのがもしね、あの飛鳥さんもこの前言ってました、うん、インタビューで、うん、あの音楽ほど本当に、うん、国境がないものはないと、本当にそう思いますね、うん、だから社会のそのね、
いろんな情勢を政治家さんが言ってやるのももちろん大事だけど、うん、歌は本当に一気にいけるから。そうやな、ビートルズとかもそうですね。本当そうだと思うんですよね、うん、だからすごいいいもんだって思うし、うん、僕はまだそれやっていきたいって熱く語ってましたよ。桜井さんなんかもね、まあ、どっか根本にそういう心があるかもしれないですし、まあ、いっぱいいろんな曲を作ってますけど、うん、これも皆さんなんとなくこう歌ってる中に毎日を楽しく生きるヒントがね、うん、いろんなことがあってもそれをどんだけ愛することができるかが毎日の楽しさにつながっていくよって、あの桜井さんが教えてくれてるわけですね。みんな聞かな、ねね、ただただもう一回頑張って高音出すだけじゃなくてでも頑張りそうやね大変ですよね。大変でしょ、僕出すの。いや大変ですよ、うん、何回ももう一回来ますからね、うん、なので皆さんまだちょっとこれも生き方を変えて楽しんでいただければというふうに思います、はい、ということで、楽曲考察今週はここまでということで、はい、また来週元気にお会いしましょう。お会いいたいつまで私宇都宮一と小倉慎吾でした。それでは皆さんまた来週、さようなら。大体楽曲考察はですね、増えますね時間がね。あ、だいぶ延長してますか、やっぱりこれ。そうですよ、野村さんと二人で喋ってるやつもいつも長かったですけど、うん、楽曲構造やっぱお互いにミュージシャンだとやっぱこう熱くなるんですよね、そのお互いにミュージシャンって。いやだってね、大村さんがこの間あのこっそり作曲をしたやつをね、こっそり作曲したやつね、私がこうコードをつけてくれて、もうそうやってこうミュージシャンのやり取りをしてるわけですドイツさんはミュージシャンやけど僕はミュージシャンちゃうよ、ね、いやいやだってですね、あの言っても平気ですよね、ええ、夜中にどっか海外で、曲が思いついたわけですよね、でそれをですね、あれ夜中の現地時間何時頃なんでしょう、夜中だいぶ更けてました ね、 多分ね。そうですよね、そこでですよ、夜な夜な録音のこうアプリを開いてですよ、そこに向かってそんな人がねミュージシャンじゃないわけないじゃないですか。でも僕はコードとかつけられへんから内さんにちょっとコードつけて私はその謎のこう音源を聞きながらですね、呪いの音源を聞きながらこうコードがどこだろうっていういやでもひそひそも歌ってるしねすごいあれ怖いですよ、あれ全然知らないで急に流れてきたら怖いですよ、ね、怖いよね。いやでもこれって本当に私は今全然違うつもりで言ってるわけでは何でもなくてそれをやれる人ってやっぱりね本当にミュージシャンなんですよだってそんな夜中に起きて絵は描かないですよね、小村さん。絵は描かないですね、面倒ちいと思いますよね、うんうん、でもあれは歌うわけじゃないですか。あ、面倒ちいけどねいやだからどっかやっぱミュージシャンなんですよ、それは。俺もよく言われますよ、その歌詞もね、うん、今もこうやっていろいろ考察してますけど、うん、結局正しい間違ってはないわけじゃないですか、うんうん、自分の中にしか、うん、なのにあこれじゃないとか言って、うん、じゃあ何しようかってやってる様って、うん、やったことないからない人からすると、うん、何してんのってなるわけですよ。あ、まあ、僕はうつさんほど深く考えてへんけどね。いや考えたりましたよなんかその送られてきた呪いの音源も呪いなんかいろんなかっこいいこと歌ってましたよねだってそうでもないでしょ。あ、そうですか。そうでもないでしょ。特にあのハワイじゃない方は、ハワイじゃない方はあれはもう2曲あったんじゃがしてる感じそれどこかのだからねライブイベントなのか、あね、どっかでね。いや、まあ、一層これあの楽曲講座とこうやってるわけですから、うん、やっぱたまり場で初めて披露するのがあれは楽曲講座になれへんでしょ。そうです。いやあれはそのあの JR の運転手さんの教本にはなるかもしれへんけどいやでもあれ聞き取り調査してんの。あ、そうなんですか。運転手さんにどうやって、うん、電車に入るときどうやるのから聞いたんですよ。そういう歌詞なんですよね。そうそうそう、新曲ですね。新曲ですね。未発表曲。だあれそのままやったら電車動くんです。あ、そうですか、ええ、あ、じゃあこれ悪い人も使いますね。いや悪い人も使います。それを覚えたら、ね、その通りやれば、ね、乗れちゃうってことですね。乗れちゃうかもしれないね。皆さん近日公開ということですよね、ええ、ぜひともこの謎の新曲2曲、これもう大村さんファンの方たちはもう気持ちが早く早く早くってそんなことないよ。ありますよ。俺たちもチャギアスドハマりしてた時は、うん、もう2人がレコーディングしてるって一言言うだけで、うん、
もうどんな曲なんだろう。それチャゲアスや。いやいや。チャゲアスだから。チャゲアスほどに当時のチャゲアスほどに大村慎吾さんの曲が好きな人たちが聴いていれば、もう2曲もなんかうっさんは知ってるのね。キーってなるわけです。うっさんに歌ってもらおう。いやです。ぜひそれ皆さんいつ聞くことができるか楽しみにしていただきたいと思います。それでは YouTube の方もまた来週元気にお会いしましょう。さよなら。